吉田さん、修行といえばね、私山登りをね、この町に来た時、2年間ぐらいやってたんですよ。最初は2時間ぐらいかかったんですけども、最終的にはね、もう40分ぐらいで行けるようになって、しっかりとした足腰ができるようになったんですよね。まあ、それで疲れにくくもなりましたし、なんかすごいね、自信もつきましたね。で、それによって、なんか山登りできたからいいことあるんですかって別にないんですよ。ないんですけども、副産物が生まれたことと、やっぱりね、この年になっても、 やればできるんだなっていう,ふうにも感じましたね。まあ、それで詐欺にかかる人のちょっとね話をね動画で見たんでえ本当だなぁとか思いながらちょっとその辺をお話ししていこうと思うんですけどもあの騙す人は当然悪いんだけども騙されてる人も悪いよっていうふうにその人は言ってたんですよ。騙される方が悪いという概念に行き着かない限り何度でも騙されるよと。 だって自分は悪くないのにだます人が悪いんだって言ってる以上自分の改善はないわけですよねだからだまされてバカだったなと自分が人の話や情報を見分ける力がなかったしそもそもなんでだまされたかっていうと自分だけは楽してね 多くの人成功者とか努力して行き着くところに行き着く人がいるのにそれを知ってるのに自分はそういうのをすっ飛ばしておいしいとこだけをねいいとこ取りしようっていうふうなその根性につけ込まれたんだなっていうふうにその根っこの考え方が悪かったっていうふうに気づけばもう騙されなくなると思うんですよ。例えばね山の頂上に行こうとしてあヘリコプターに乗って山の上に連れてってあげますから300万払ってくださいっていうふうに言われて300万払ったけどもヘリコプターがずーっと来ないみたいなことなんですよ。 でも山登りするために足腰を応えてあ鍛えてね自分で登ることによって確かに汗もかくし体も痛いしスケジュールも取んないといけないし時間もかかるし大変だけども山を登るってことは自分の力でできるわけですよね。で山を登ったあげく300万ってのはまあ安いなとか、ね、高いなっていう区別もつくわけじゃないですか。ちなみに山を登ったっていう自分の実績は頂上にたどり着かなくても。 そのどこまで登ったかっていうふうなプロセスが分かるわけですよね。そうなると自分には無理だったのかできたのか、それとも人に頼んだ方がいいのか、頼むならどのぐらいのコストをかけるべきなのかっていうのう目利きが聞くようになるんですよ。まあ、ですんでね、なんか暗号通貨にしても投資にしてもビジネスにしても稼げますからお金払ってくださいっていうのに何も考えずにポーンとね払っちゃうんじゃなくて、その話は妥当性があるのかなっていうふうにやっぱ見抜けないといけないと。 で見抜けなないいんんだったら参加すするべきではないんではよそれはあのドブがあってねドブの中に100万円をポンと投げた時にドブが浅ければプカーンと浮かんで取りに行けるけどもドブがねもう300メートルぐらいの深さまであったらもう取りに行けないわけじゃないですかそのドブの深さがわからないのに投げましたよっていうのと一緒なんですよだからドブの深さがわからない つまりは、持ってきた案件の真偽がわからないってことは、見分けがつかないわけですから、見分けをつけていかないといけないですよね。じゃあ、アフィリエイトを極めて、ネットワークビジネスを極めて、YouTube をそこそこやってきて、ネットビジネスと言われるものに10年ぐらい携わってきて、ずっと稼ぎ続けている。そして FX もこの度攻略した。という私に対してね、詐欺の話って来ますかねもうそもそも。ね、来ないんですよ。残念ながら。いい話しか来ないんですよ。 なぜなら、変な話したら私が YouTube で拡散するし、なんだこれやって言って簡単にね、そんな営業マン論破しちゃいますからね。だから、ズルが効かないんですよね、私に対しては。だから、どうなんですかね。騙される方が悪いのか、騙す方が悪いのかっていうところになると、騙された人には本当に気の毒なんですよ。でも気の毒だけども、自分は悪くないけども、騙したやつが悪いんだっていう考えに、もうずっと固執してる限り、何度でも騙されますからね。 だから、あ自分の見識が悪かったなっていうふうになってくると、これは騙されないんですよ。そして、ライティングしたり、YouTube で喋ることができるんだったら、人が活動してるそのレベルが分かったり、裏側が分かったり、その人がそこに行くまでにどのくらい頑張ったのかってことが分かる。もしくは頑張ってないのかわ分かる。単純に言ってですね、この動画放送も、台本を読みながら喋ってる人って目がね、チラチラ行くんで分かるんですよね。そうなってくると、あこの人はまあ、 ちょっと自分の言葉で喋ってないなっていうふうになっちゃうんで、やっぱり私たちから見ると選択しないっていう部類に入るんですよね。でも、この人はしっかりと自分の経験や見識から語っているなと思ったら、目線の動きは身振り手振りやその他のこと、落ち着いた話し方とか、確かに実践した人の気持ちってものを汲み取りながら聞きますんで、これは乗ってもいいかもなっていうふうに目利きが鋭くなるんですよ。ね、だからプロダクトロンチなんて完全に だってあれでしょパソコンをここにこうやって置いてこれ見ながら喋ってるわけでしょ <laughs> でそういったところからもねあの物を見抜けるようになるんで嘘が見抜きやすくなるかなってことでございますね、えー、ということでね今回は修行をしたら必ず身になるんじゃないかなっていうことで修行の週でお届けしましたちなみにどの動画を見て今回の動画を作るに至ったか概要欄に貼っときますねそれじゃあ